触れあい橋から望むヒ川は金桜橋から望むヒ川カと油山地域による河川管理と河川利用ヒ川カは油山を源流とし福岡市内を流れ博多湾に注ぐ三木川流路延長 12.9km 流域面積は29.1平方 km の二級河川及び福岡市城南区に存在する地名である河川の名称はヒ川であるが地名は ひい川と、濁点が入る。ひい川流域の地形図流域内の地質は、上流域の油山から、刀山にかけては、中世代白亜紀の河口線緑岩が広く分布して、おり、中、下流域には、新世代第四期堆積岩類、中位断球堆積物が分布している。流域の土地利用は、源流部の油山山山麓を除き、ほとんどが、市街地となっており、河川沿いには、 住宅街が広がっている。中流域ではかつては農地が広がっていたが、平成18年には宅地が約65%まで増加しており、山林約32%、農地約3%と市街化に伴って農地が減少しているが、江戸時代から建造された農業用ため池が現在も数多く存在している。沿岸域では、 昭和57年4月に始まった埋め立てによって、桃地海岸に138ヘクタールの土地が造成され、ウォーターフロントとして、福岡タワー、福岡ペーペードーム、MARK イズ、福岡桃地、桃地浜等の複合商業施設が整備されている。海岸は人工海浜として整備されており、海水浴客だけでなく、ビーチバレー等の大会も開催されると、 福岡市のレジャースポットとして市民に親しまれている。流域には、油山市民の森、一本松川、緑道、堤南公園、柏原公園など、浸水的に整備された区間や、市民による草刈りなどで、自主的に管理されている、可動なオープンスペースもあり、日常的に水に親しめる場として利用されている。油山、刀山を源流として、城南区、中央区、 南区、沢楽を流れる。川口付近から列挙する。太港から早瀬匠への多自然広報による改修、右、改修後、平成21年7月中国、九州北部豪雨を受けて、平成22年から平成26年までの計画で床上浸水対策特別緊急事業が採択された。川口からだが、 原川合流点までの5900メートルを事業区間とし、稼働掘削及び護岸の補強が行われた。河川改修にあたっては、多自然工法が採用されており、稼働の断面形状を変えない、スライドダウンや、生物の移動を阻害する、帯工や森床工に代わる早瀬匠、セフチ工を導入するなどの工夫が行われている。流域の都市化が進んでいるため、 近年の水害は都市型水害として認識されており、稼働への雨水の流出を抑制する流域整備が求められている。平成26年に策定された河川整備計画では、策定または改定後、概ね10年ごとに進捗状況を確認し、状況に応じて河川整備計画の見直しを行うこととなっており、河川整備計画の見直しによって、 流域分担によるプラスアルファの流出抑制を行うことを明確に位置づけており、流域治水の概念を河川整備計画に盛り込んだ先駆的な河川といえる。ひ川か水系河川整備計画福岡市地域、防災計画資料編福岡市地域、防災計画資料編、ひ川か水系河川整備計画、ひ川か水系河川整備計画、長井智之、原賀盛弘。 林博し高橋国にはる、ひいにおける、稼働安定とセフチ構造の保全創出の取り組み、河川技術論文集、ボリューム20、283から288、2014、ひいかわ推計河川整備計画。ありがとうございます。